あなたが紐手から脱出できない理由教えます。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回はシミケンさんが書かれた1万人抱いてわかったモテる男39の法則という本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。顔にもお金にも自信がない、でもモテたい、そんな方におすすめの本です。モテたいという気持ちを持っている人は多いと思います。しかし残酷な現実として、モテの 99.8% は顔で決まり、その次の要素はお金だと著者は言います。ではそのどちらも持っていない人にはチャンスがないのかというと、そうではありません。この本は顔、お金以外のモテる男の法則を教えてくれている本です。それでは早速紹介していきます。というわけで、いつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、モテるには清潔感、健康、プラス人前に立つこと、モテるにはまず自分から相手に関心を持つこと。というわけで、この動画では1、シミケン流ビーチフラッグ理論とは、2、モテるための心構え、3、モテるための行動という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、シミケン流ビーチフラッグ理論とは。この章ではシミケン流ビーチフラッグ理論とはというテーマについて、本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのはビーチフラッグ理論、清潔感を高めるポイント、人前に立つ方法という3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイントはビーチフラッグ理論です。著者は職業柄これまで1万人の女性を出会えてきたといいます。その経験から見出したモテの理論がビーチフラッグ理論です。こちらは本書からの引用です。巷にあるモテ本、コミュニケーション術というのはこの三角形の一部をフィーチャーしているものだと著者は言います。まず最上位に来るのは顔です。その下はお金を持っている人が来ます。その次に来るのが人前に立つ人です。例えばバンドマンや芸人は売れなくてもモテるというのをイメージすれば、この人前に立つと人が寄ってくるというのがわかると思います。ここまでの3つを持つ人が女性の方から寄ってくるフラッグタイプの人たちです。それ以外は狙って人をゲットしに行く選手タイプの人たちになります。さて、女性にモテるというのはどういうことでしょうか。著者はズバリ、この人と遺伝子を残したいと選ばれることだと言い切っています。子供の顔がいいと生きる上ではプラスになります。お金があると子育てもしやすく、生きやすくなるでしょう。そういうわけで顔、お金というのが1番目2番目に来るわけです。ここで多くの人が振り落とされてしまいます。しかし上から3つ目の人前に立つ、ここが狙い目だと著者は言います。頭が良くなくてもお金がなくてもいいんです。何でもいいから人前に出ればいいんです。授業の時に手を挙げる、 YouTube でチャンネルを作るといったことで、とにかく人前に立つことでモテ力は上がると言います。では次に選手タイプを見てみましょう。選手タイプの人は健康をアピールすることが重要となります。まず一番下の土台は清潔感です。清潔感が健康に直結するのは想像しやすいでしょう。その上にあるのが体、心、頭の健康です。肥満でもガリガリでもない健康体、いつもポジティブで心が元気な人。そして頭の健康はコミュニケーション能力や教養です。逆に言えばイケメンでもなくお金持ちでもない人は、この清潔感、健康、そして人前に立つということを鍛え上げましょう。そうすることでモテ力は確実に上げることができます。では続いて2つ目のポイント、清潔感を高めるポイント。ビーチフラッグ理論の根底にあるのが清潔感です。清潔感がないとスタートラインに立つことすらできません。モテるというのはこの人と子孫を残したいと選ばれることだと前の項目で言いました。不潔や不健康は病気に直結します。だからこそ子孫を残すという観点からも選ばれないのは当然です。女性に好きなタイプを聞くと千差万別、いろいろなタイプが出てきます。一方で嫌いなタイプはと聞くと、みんなが口を揃えたかのように不潔というのが上がってきます。ここで大事なことがあります。清潔感があるかどうかは自分ではなく周囲の人間が決めることだということです。よく自分は清潔にしているから大丈夫、言われなくても気をつけているよと自分で言っている方がいます。しかし自分では清潔にしているつもりでも周囲からは不潔と思われることもあるんです。だからこそ服装や髪型などは人に選んでもらうのが良いということになります。大切なのは髪型、服装、肌、歯、爪、ムダ毛、そして言葉遣い、この7つだと言います。髪型については月に1回美容室に行き、女性の美容師さんに爽やかにしてください、スタイリングも教えてくださいと言いましょう。その際に眉毛も一緒に整えてもらうことも忘れずに。次に服装について、こちらも髪型と同じです。店員さんに爽やかコーデを教えてくださいと伝えましょう。自分で選ぶのは禁止です。次に肌について、運動に保湿、そして水分をよく取るようにしましょう。おのずと綺麗になっていきます。次に歯について、2ヶ月に1回歯医者に行って着色を取るようにしましょう。次に爪について、こまめに切るのはもちろんですが、それに加えて爪やすりで角を取るようにしましょう。
女性は男性の体をとてもよく見ています。これは女性の体の中に入ってくるのがペニスと手だからです。体内に入ってくると思えばよく見られるのは当然ですよね。次にムダ毛について。剃るのではなく脱毛するのがベストです。まずはヒゲの脱毛を行いましょう。もし予算があれば全身脱毛をしてみるのも良いでしょう。著者曰く生まれ変わったような気持ちになれるそうです。最後に言葉遣いについて。清潔と不潔は何も見た目だけではありません。言葉遣いにも現れるものです。綺麗な言葉遣いを意識しましょう。以上の7点を意識することで清潔感を磨くことができます。では続いて3つ目のポイント、人前に立つ方法。ビーチフラッグ理論において一番上の顔は生まれつきの要素が大きいでしょう。上から2つ目のお金についても突然大金が舞い込むなんてことはありません。ですので上から3つ目の人前に立つというのが一番とっつきやすい項目です。とはいえ一体何をすればいいんだと思う方もいるでしょう。そういう方は SNS やライブ配信などでまず自分のアカウントやチャンネルを作ってみようと著者は言います。最初は見ている人がゼロで構いません。世間から注目を浴びる人でも駆け出しの無名の頃には注目はゼロです。また人前に立つのは見てくれがいい人だから成り立つことだと考える人もいるかもしれません。しかし最初からかっこいい、かわいいという人は本当に一握りです。そういう人も初めは普通の人なものです。普通の人が人前に立つことで人に見られているという意識が生まれます。そしてその意識がその人を魅力的にかっこよく可愛く成長させると言います。発信することにためらいがある人はスポーツの大会に出たり何かに立候補したりといったことで人前に立つのも効果的だと言います。人前に立つということは相手から自分に目線の矢印を向けさせることにつながります。そして自分の目線の矢印を相手に向ければ矢印同士がくっつき、そこにチャンスが生まれるのです。いずれにせよ自分が人から目線を集めるにはどうしたらいいのかということを考えることが必要です。著者がおすすめする一例を紹介します。 SNS などで自分のチャンネルを開設し、スポーツジムに行きトレーナーに来年のボディービルの大会に出場したいですと告げる。そしてその過程を配信するという方法です。このようなチャレンジの過程の発信は何もない状態から周囲の目線を集めるのに有効な方法となります。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章ではシミケン流ビーチフラッグ理論とはというテーマについて3つのポイント、ビーチフラッグ理論、清潔感を高めるポイント、人前に立つ方法という3つのポイントについて解説しました。では続いて2、モテるための心構え。この章ではモテるための心構えというテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは一番大切なのは好奇心、自信があるように振る舞えという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、一番大切なのは好奇心。著者はよく AV 男優として必要なものは何ですかと聞かれるそうです。その答えは実は好奇心だと著者は言います。若い男性、特に10代20代だと綺麗な人や可愛い人など見た目ばかりに目が行きがちかと思います。しかしそれだと自分の全くタイプではない人が来たら対応できません。むしろネガティブな言葉が口から出てくる可能性があります。そんなネガティブな言葉を口にする人はモテるわけがありません。もし幅広く好奇心を持つのであれば見た目が好みでなかったとしても興味が湧いてくるものです。こうして自分から相手に興味を持つと実は相手からも好かれるようになります。人は自分に興味を持ってくれる人に好意を抱きやすいものです。人間はそうやってモテていくものです。ですのでトップの AV 男優たちは性欲ではなく好奇心で勃起させていると言います。好奇心を持っていない人たちはセックスに飽きないのと聞いてくるそうです。この言葉を口にする人はセックスを挿入し射精することと履き違えています。セックスはコミュニケーションだと言います。人それぞれのセックスがあるので飽きるわけがないわけです。これは何も AV 男優に限った話ではありません。相手がどんな人間なのか知りたいと思うこと、知識を得たいと思うことはモテを目指すには重要な要素となります。その人に好奇心があるか否かはいろいろな場面に現れます。例えばお酒が好きな人でも好奇心があるか見分けることができます。著者がお酒好きな人の好奇心を見極めるためにする質問があります。それは好きなお酒の生産地、生産者に会いに行っているかどうかということです。お酒の生産地や生産者に会っているという人はお酒についての造形が深く知識も好奇心もあります。なのでそういう人の話を聞くと面白いわけです。もちろん飲んで騒いでその場を盛り上げることもモテる要素だと言います。しかしそれに加えてお酒自体が好きでそれについてこだわりがあり掘り下げて学んでいる人は他のことでも凝っている可能性が高いものです。ですから一緒にいて楽しいし有意義な時間を過ごすことができます。ある放送作家さんはこう語っていたそうです。モテるイコール好奇心、そして好奇心は鍛えられる。その好奇心を鍛える方法とはアウトプットの場を作ることです。
アウトプットするためには話のネタが必要です。ですのでアウトプットを前提とすると好奇心を持って探せるようになります。話のネタが多い人ほどモテるし、好奇心を持って人と接すれば会話も途切れることもなくなります。では続いて2つ目のポイント、自信があるように振る舞え。著者は以前ナンパ企画で一般募集した童貞の方と一緒にナンパをしたことがあったそうです。その時声をかけた女性に、なぜ彼は童貞なのでしょうと聞いたところ、一番多かった答えが自信がなさそうというものでした。童貞の彼はちょっと猫背で、人の目を見て話さず、早口、肌の色も白くひょろっとしていました。モテるためにはこの逆をやることです。胸を張る、人の目を見てゆっくり話す、運動をしてがっしりした体型になる、肌の色を少し日焼けさせる。胸を張ると男性ホルモンが 15% アップすると言われています。人の目を見て話すと相手とちゃんと向き合いたいという気持ちを伝えることになります。がっしりした体型、色黒というのは分かりやすく健康的なイメージを与えます。ビーチフラッグ理論では一番の土台が清潔感、その次が健康でしたよね。健康であることがアピールできればモテるんです。人生で何かの壁にぶち当たった時、自分を助けてくれるのは過去の頑張った自分です。先ほど書いたような胸を張る、人の目を見てゆっくり話す、運動をしてがっしりした体型になる、肌の色を少し日焼けするというようなことを実践し続けて、これだけでも俺は頑張ったんだという気持ちを持ち続けてください。何かを続けること、自分を変えることが本当の自信につながります。はい、ではここまでで2章の内容をまとめます。この章ではモテるための心構えというテーマについて、2つのポイント、一番大切なのは好奇心、自信があるように振る舞えという2つのポイントについて解説しました。では続いて3、モテるための行動。この章ではモテるための行動というテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、相手の名前を呼ぶ、聞く対話すは2対1という2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まずポイントの1つ目、相手の名前を呼ぶ。人の名前が覚えられないというのはよく耳にする話です。しかしそんなことでは永遠にモテないと著者は言います。モテる人は必ず相手の名前をしっかり呼ぶんです。それがたとえ久しぶりに会ったとしてもです。久しぶりに会って、〇〇ちゃん久しぶりと言われると、覚えてくれてたんだと嬉しくなるものです。もちろん名字で呼ぶか下の名前で呼ぶかというのは、その人との距離感に応じて変える必要はあるでしょう。大前提として親しき仲にも礼儀ありで接しましょう。モテる男の中には、久しぶりに会った人に対して、前に〇〇が好きって言ってたよねなど前回話した内容を盛り込んで名前を呼ぶ人もいます。そうするとよく覚えてますねと相手は喜んでくれるでしょう。記憶に残っていることを伝えることで関係がより良好なものになります。記憶力は覚えようという気持ちが大切です。苦手だという姿勢ではなく、今日から覚えるぞ、忘れても覚えるぞという気持ちで人と接しましょう。また人の名前は実際に呼んでみることで覚えやすくなるものです。さらに呼ぶ前に、なんて呼んだらいいですかと聞くと2倍覚えやすくなります。そして声に出して、〇〇さん実は先日というように、会話の冒頭で名前を呼んでみると口も記憶してくれるものです。それでも不安な人はメモをするといいでしょう。著者自身は会った女優さん、仕事をした女優さんの会った日にち、喋った内容、その時の情報などを細かく記録しているそうです。次に会う時にはメモを読み返して復習して頭に入れてもう一度会う。そして前回の話をするとすごく喜んでもらえるんだそうです。では続いて2つ目のポイント、聞く対話すは2対1。人はたくさん自分の話を聞いてもらうと嬉しいものです。さらに相手が楽しそうにしているなら嬉しさも倍増します。あなたが誰かと話して、ああ今日は楽しかったなと思うときは、あなたが楽しませたのではなく、相手の質問力が高かったからこそ楽しく話ができたんだということを覚えておきましょう。モテる男は相手に楽しく話をさせる、話を引き出す力があります。これはただ聞くだけでは足りません。著者は、耳が2つあって口が1つなのは、聞く2対喋る1の割合にするといいということだと信じている、そう語っています。これはつまり、モテる男は話を引き出しまくって相手を気持ちよくさせた上で、あなたはどうなの、私ばかり話をしていては申し訳ないわと話を振ってきたタイミングで最高の返しをするということです。自分に話を振られたタイミングで相手を尊重した上での最高のエピソードトークをします。すると自分から話をし始めるより自然に嫌味なく自分の話をすることができます。自分の話をするために会話の流れを切ってしまうようでは、誰もあなたの話を聞いてはくれません。相手から話を引き出す練習はテレビやラジオでできます。トーク番組の MC やパーソナリティがどうやってゲストから話を引き出しているか、メモを取りながら見聞きしましょう。そして自分が MC の立場やゲストの立場だったら、それぞれどのように答えるかを考えてみましょう。
とてもいい会話の練習になるはずです。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、シミケン流ビーチフラッグ理論とは、このショーでは3つのポイント、ビーチフラッグ理論、清潔感を高めるポイント、人前に立つ方法について解説しました。2、モテるための心構え、一番大切なのは好奇心、自信があるように振る舞え。3、モテるための行動、相手の名前を読む、聞く対話すは2対1ということでした。今回紹介した本、1万人抱いてわかったモテる男39の法則について、まだまだ紹介できてない部分が多いです。今回の動画でもっとモテる方法を知りたいと思った方は、ぜひ本書を手に取って読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。